こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。昨今、情報漏洩問題には防衛省、自衛隊とも神経を尖らせている。元自衛官の E2D 性能に関する情報漏洩で逮捕まで至っている。現代において電子攻撃、サイバー問題も重要視されている中、1年前 F-35A 戦闘機が突然のシグナルロストとなった事案があった。日米異例の共同捜索は記憶に新しい。最新鋭のステルス戦闘機機体の一部を入手されては困るとの判断だろうし、絶対に機密は守る、そんな覚悟も見えた共同捜索だったと感じた。日本組み立て1号機となっている F-35A ステルス戦闘機だったが、結果としては、あまりいい結果ではなく、パイロットの生存は確認できず、機体も一部のみの回収となった。さすがと感じたのはデータリンク機能により、どんな飛行進路で飛んでいたかの記録が他の F-35A ステルス戦闘機にもリンクされている機能だろう。やはり、こんな時といっては語弊があるが事故原因を追求できる鍵となっている。それでは、少し詳しく思い出しみよう。2019年4月9日に発生した航空自衛隊の F-35A ステルス戦闘機の墜落事故は、関係各所に様々な波紋を呼び起こしたが、正確な事故原因については断定されないまま今日を迎えている。この F-35A ステルス戦闘機は、2019年3月に、それまでの F-4J 改め戦闘機から機体の変更を終えた。三沢基地の第302飛行隊に所属していた機体であり、同機としては初の墜落事故となった。ちなみに F-35 シリーズとしては、2018年9月にアメリカ海兵隊所属の B 型での墜落事故が発生しているが、今回が世界で2件目であり、戦闘機としては極めて少ない事故件数の機体と言える。今回の F-35A ステルス戦闘機の墜落事故では、不幸にして機体の回収には至っていないが、防衛省からは事故からおよそ2ヶ月後に人為的な要因が原因と思われるとの発表が出された。当初はこの F-35A ステルス戦闘機が配備から間もなかったことや、該当の機体が日本国内で組み立てたものであったことから、そこに起因する可能性も示唆された。しかし現在の自衛隊のほとんどの航空機には、機体の異常を検知して操縦者に知らせる機能が実装されており、この F-35A ステルス戦闘機にも、もちろん、この装置が組み込まれていた。このため該当の F-35A ステルス戦闘機は、消息を絶つ約1分前の交信時には、それに類する内容に何一つ触れてはいなかったことから、物理的なトラブルの可能性は低いと判断された模様だ。前述のように、今回の事故では、機体自体の回収はできておらず、したがって、事故原因を解き明かすブラックボックスも同様に未回収だが、領域や基地の情報からバーティゴが有力とされた。バーティゴとは日本語では空間識失調と訳されるもので、突発的に操縦者の平衡感覚が失われ、自身の現在の前後、上下、左右などの状態が把握できなくなる現象のことだ。これは特に視界の悪い夜間に起こりやすいとも言われ、
かつ操縦経験や健康状態に関わらず起こることが知られており、戦闘機の事故としては重力による失神に次いで多いと報告されている。墜落事故の詳細な解明は今後の分析を待つ以外にはない状態だが、今回のこの事故をめぐる一部周辺国の由々しき動きにも注意が必要と言えるだろう。これは同事故が発生した海域が日本の領海外の太平洋であることもあり、ロシアや中国といった仮想敵国たちが先に墜落した F-35A ステルス戦闘機を確保しようと活動している点だ。こうしたロシアや中国の行動は、もし仮にそれらの国に先に F-35A ステルス戦闘機の手がかりを回収されてしまえば、西側の誇る最新鋭のステルス技術の漏洩につながると思われるからだ。ただし、不幸中の幸いと言うべきか、今回 F-35A ステルス戦闘機が墜落した海域は、水深がおよそ1500メートルもの深海であり、機体そのものの回収は非常に難しいと見られている。裏を返せば、日本やアメリカ側の捜索でも機体そのものの回収は難しいことを意味しているが、それらの国々に回収される危険性を考慮すれば未回収に終わっても致し方ないとも言えるだろう。これは、かつてのコソボ紛争時にアメリカ軍の F-117 ステルス攻撃機が撃墜され、その機体の一部を入手したロシアや中国によって、アメリカのステルス技術が盗まれたという前例があるためだ。ただこの時と違う点は、すでにロシア、中国ともにステルス機を開発、製造していることから、最悪でも、全くの新技術の漏洩とまでは言えないという点だろうか。個人的には F-35A ステルス戦闘機のステルス技術を盗んだ航空機が作られる懸念よりも、そのステルス性能の機体をも察知するレーダーの開発の方が問題ではないかと感じる。現状ではこれ以上の捜索は難しい上に、航空自衛隊としてもアメリカとしても F-35A ステルス戦闘機の実戦配備をこれ以上遅延させるわけにはいかないという実情もあると思われる。重ねて今回の事故を区域として、韓国でも自国が導入する計画である40機の F-35A ステルス戦闘機の整備拠点について独自見解の主張を強めているようだ。これは F-35A ステルス戦闘機のメンテナンスにあたって、大元の製造メーカーであるロッキー・マーチン社が定めた整備拠点での実施を義務付けていることに端を発する。ロッキード・マーチン社はアジア地域では日本とオーストラリアに整備拠点を定めており、距離的に行けば、韓国は日本の拠点での整備を受け入れざるを得ない環境にあった。しかし国内世論的にも、自国の F-35A ステルス戦闘機の整備を日本で行うと了承することはできず、韓国への整備拠点の設置を後出しで主張していたという状況だった。これが今回の墜落事故を受けて、日本の整備拠点の不備、信頼性不足を指摘し、にわかに自国内への整備拠点設置の要望を正当化しようと語気を強めている様子だ。アメリカやロッキード・マーチン社がこうした韓国の主張に耳を傾ける可能性は著しく低いと思われるが、
今後のこの件の成り行きにも注目すべきと言えそうだ。